けにユニフォームが読売に展開となりました。4分与那城が縦パス、日産越田のバックパスを上島、越田の不用意なプレーで先取点を狙った日産にとっては痛い失点でした。押され気味の日産、15分エースの木村が抜けます。センタリングをフリーの水沼、柱台のフォローが遅れました。日産は27分にも金田が抜けて、最後は水沼、日産は決定的なチャンスを逃しました。35分読売はキーパー中村のキックを森が生かします。またも上島が決めて読売が2点目。前半は読売が2対0とリード、日産攻守に鋭さがありませんでした。後半に入ると日産がサイドからの攻めで試合の主導権を握ります。24分のスローイン、こぼれたところを水沼、31分には木村のシュートがバーに、日産が一方的に攻めます。キーパー中村を中心に必死に守る読売、中村のファインプレーが再三のピンチを救いました。37分読売はラモスから川勝へ、川勝は2点を取った上島に代わっての出場でした。結局読売クラブが3対0で勝って、日産自動車に勝ち点1の差と迫って優勝争いが面白くなってきました。